はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、世界大会予選、モバイルの世界大会予選4次予選がですね、ランクがちょっと上がってきてね、敵が強くなって、もう6連敗ぐらいした何連敗したかな、予選落ちしてしまいましたね。で、今日はですね、もうちょっと、あ、ちょっと待って、今のグレはなかったことにしてほしいんだけど、今日はまずモバイルで僕のこのモバイルの下手くそさをお見せしてから PSO 版のモダンオフェアをやろうかなっていう、同じ武器でね、感じなんですけど、なんでこの人たちなんかこっち向いてくれない。これ、ここの建物いるんじゃない、大丈夫かな、来るよね。はぁ、ね、もう予選はね、モバイルの予選は皆さん、視聴者の方にお任せしました。僕はもう無理なんで、落ちた上に、もうこれ以上このゲームをうまくなる気もしないし、なろうとする気もないので、もうお任せしました。頑張ってください皆さん。ちょっと左論、この建物取っとかないとやばいよね。こっち、ここ。あれ、こんなんだったっけ。裏取りしちゃおうか、じゃあ。はい。iPhoneX を2本指でプレイしてるんですが、これはもう僕、モバイルゲーというか、もう携帯でゲームやるっていうのはちょっと1時間ちょっとでもうだいぶ辛くなってしまう。プレイが続行不可能。あ、なんか、あれ、なんか、なんだかんだキルしてるな。なんかね、予選やってた時はね、もう敵がコントローラーなんじゃないかっていうぐらい、めちゃくちゃジャンプ打ちとかね、スライディング打ちとかしてくる人たちだったんでね、フルボコにされてたんですけどね、なんだかんだこの試合キルができている。なぜだ、負けまくったせいかな。ランク下がったかな。さあ、やっと B 取れましたが、敵のスモーク、決め打ち、なんか当たってる、いい感じ。なんかいい、今いたよね。なんか勝った。落下が出てる。なんかいけてる。C 取るの？あーい！みんないい、なんかいい武器持ってんな。手前にいる。当たらん。なんか中に入り込んでるよね。よし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 。いけてるじゃん。ちょっとこの人の課金武器もらうぜ。課金武器かな。これは強さが違うはずだ。M16 じゃん。M16 だ、M16。で、上取って。M16 ならいけるでしょう。どうしよう、降りるか。ジャンプ。おお、うまい。適当に当たったけど、今取られたんだ。建物取って、上から撃とうぜ、上から。え？なんかいけてるぞ。おお！ナイスナイスナイス。なんかいけてるね。ハンターキラー。おお！あれ？いけてる。勝てるんちゃうか、これ。あっ！もうやだ。もう勘弁してくれ。勘弁してくれ。何が起きたし、今。え、何が起きたの、今。あれ、なんか画面が急に暗くなった気がする。なんで？画面がちょっと暗い。画面がちょっと暗い。なんで？これ iPhone 側が勝手に暗くなってんじゃん、これ。おお、画面がでかい。画面がでかいんだけど。じゃあちょっとさっきと一緒に M4 でやっていくんですけど、もう久々 M4 の動画でずっと出したかったから、久々に普通の M4 動画を撮らせてくれ。軽い。は？後ろ湧いた？画面がでかい。めちゃくちゃでかく感じるんだけど。こんなでかかったっけ？目に優しいですね、これは。あれ？青、センターから来た？こ
ここに行っちゃおうか。上にな、で刺さってスタンで一回リロードでスタン当てて、あ、気づかれてない。なんでなんでなんで、ドア開いたね。なんかちょっと操作が下手くそになってる気がする。ちょっとそれ任せて。これすごい湧きしてるな多分。なんか下手くそになってない？大丈夫かな。あれ、ナイス回収ありがとう。下手くそになってんだけど多分まずい、それはまずいな。多分まあすぐ慣れるかな。危ない！ C4！ こっち開いてる。来ないですね。上登って、そこも来ないか。これ溜まってるから、アリアちゃん呼んで。センキュー。うわっ！オービタル呼びたかったのに。ちょっと脇がめちゃくちゃだな、すごい。とんでもない脇してる。なんかやっぱ立ち回りもなんか雑になってません？これ。ああ、ミスった。わっ、あっ、やばい操作がまずい、下手くそになってるよこれ。よし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 、今いたけど。わあ、なんでさすがに味方後ろから撃ってなかったか。回収して。ちょっとこのコントローラーね、ちょっとぶっ壊れてるんですよね。だいぶ古い、最近使ってたの壊れちゃって、ですぐ新しいのが手元にないので、今、だいぶ昔の日本代表戦のモダンオフェアのプレマッチだかなの大会の時に使ってた、だいぶ古いやつに使ってるんですけど、ちょっとね、スティックが、ゆるゆるというか、変な方向に行っちゃったりするんだよね。うわ、C4 大好きだな、みんな。ドゥ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 。ちょっと核、いけるかな、ちょっと遅いかな、もう。せっかくだから、核ぐらい呼びたいっすよね。あれ。久々に M4 も使うとちょっと重く感じるね。これは気づかれて、気づかれてないやつですね。やばい、クソ M。 うわ耐えてる C4 に。うわ、2個目来た。なにどんだけ多いの C4。 そんなに人気か。これはそこでしょ。 S が変わった、ハグ回収からの頭足抜きの中で剥がしてこない。クラスターストライク絶対この辺じゃない。飛び出せるかな、いけそうだな。回収して見えるよか、こっちから攻めよう。こう攻めるか。回収ナイスー。このまま行きますよ。このまま突破する。奥に行った。あ、これ、オービタルじゃない。やべ、スタン。C4。オービタル？後ろ行こう。いやー、やっぱ M4 強いな。なんか、ノーストック弱体化後も、多分、ノーストックでいいっすね。M4 は。わあ、さすがにそれ以上行かせてくれないか。ちょっと雑になりましたね。いや、待って、ちょっと待って、操作下手くそになってんだけど。もうやばい、全然なんかキャラコンが汚いんだけど。やばいな、
モバイルの感触は手に残っている。これはやべ、 C4 飛んできた。うわーやばいな。ちょっとウォーゾーンの影響だよね絶対。 C4 多いよね。これはランクまでもトロフィーがいるかな。うおー、いい飛び出しだ。頭らしい。カットカット。おー、いけそうだったね。4枚目なんかね、ちょっと知り合いにグリード君、コントローラー力入れすぎじゃないって言われたんですよね。多分僕いつも僕の動画でもいつもね、マイクにガチャガチャ入ってると思うんですけど、そんな力入れてないんだけどな。結構優しく扱ってるんですけどね。おお、そっちか。はい、はい、というわけで、まあ、結論ちょっと下手くそになりますね。キャラコンがちょっと下手くそになりますね。これはモバイルの残りがちょっと影響してきますね。これはやっぱどのゲームをやり続けないとね、うまさを保てないというか、やっぱ上手くなっていきませんねこれは。皆さんね、ぜひ僕予選落ちしてしまったので、僕の代わりにモバイルのね4次予選頑張ってください。はい、というわけで今日の動画お疲れ様でした。モバイルの世界大会の予選等は、概要欄に記載してありますのでよろしくお願いします。お疲れ様です。